ここ最近いろんなところに行ったよな。今日は一旦冒険のことは置いといて、ちょっと休憩しないか。どこに遊びに行くか。そうだ、奥蔵さんに行ってみるのはどうだ。あの船長には全然会ってないだろ。前はいつも急に現れるからびっくりしたもんだぜ。今回はオイラたちの方から奇襲をかけてやろう。ついたついた、ここだ。初めてここに来た時、あいつのためにわざわざお供え物を用意してやったのを今でも覚えてるぜ。あの時あいつに帝君が暗殺されたことを伝えたら、怒ってリーユエコーを鎮圧するとか言い始めたんだよな。最初は付き合いづらい仙人かと思ったけど、全然そういうわけじゃなかった。オイラたちの今の関係ならお供え物なんかなくたって会えるよな。もし何か言われたら、オイラのお菓子袋にまだちょっと美味しいもんが残ってるから、これをあげよう。お？急にぼーっとしてどうしたんだ？どれどれ？おお、綺麗な人だな。あいつも龍雲釈風神君に会いに来たのかな。確かにあいつの雰囲気からして明らかに一般人じゃないぞ。さすがあの白いやつ、人脈が広いんだな。オイラたちの知らない仙人とたくさん知り合いみたいだ。あいつもシン君の友達なら、オイラたちとも友達って言えるよな。挨拶しに行くか。ひひ、頼れるガイドとして旅人のために人脈を広げるのもオイラの務めだぜ。よーく見とけよ。こんにちは。オイラはパイモン、こっちは旅人だ。コホン、はじめまして。オイラたち龍雲釈風神君の友達なんだ。仙人様のことはどうお呼びしたら。お前たちは何を言っておるのだ。わらわがわからぬというのか。え、この声は。え、お前あの船長か。なんで人になってるんだよ。ちょっとした変化の術に過ぎない。わらわにとってはたやすいもの。ただ以前はこういうことをする気が起きなかっただけだ。じゃあなんでまた急に姿を変える気になったんだ。それはリーユエコーにいる弟子を何人か訪ねるつもりだからだ。人間の姿に化けておいた方が人目を引かずに済む。お前そんなことを気にするやつだったのか。昔はスパーって屋根の上に降りてたのに。おい、私のはこいつに聞かれたらって言っただろ。ほう、礼儀作法を重んじるとはいい心がけだ。ちょっと少ないけど別にいいよな。わらわは昔から衣食に困っておらぬ。大切なのはその気持ちだ。気持ちが伝われば贈り物の高は重要ではない。余計いたたまれない気持ちになってきたぞ。何のお話してたんだっけ。あ、そうだった。弟子ってカウと神格のことだよな。オイラたちもしばらくあいつらに会ってないし、一緒に行こうぜ。うむ、たとえお前たちが言わなくとも、わらわは誘うつもりだった。わらわの弟子二人もきっとお前たちとの再会を喜ぶだろう。そういえばお前たちがわらわのところに来たのは何が目的だったのだ。会いたくなったから様子を見に来ただけだ。
最初はお前のことについて話を聞こうと思ってたけど、まさか人の姿になってるなんてな。誰だかわからなかったぞ。なるほど。特に用がないのであれば早速出発しよう。カウンはおそらく月海底にいる。さあ共に会いに行くぞ。よし、じゃあ一緒にリーウェイ港までレッツゴーだ。カウンといえばあの子は一日中仕事で忙しくしておるようだ。毎年奥蔵さんに帰る回数は指で数えるほどしかない。それに最近神格は新しい仕事を見つけたようで、わらわに手紙をよこしてきた。しばらくは帰らないなどと書いてあったが、そんな一言でわらわが納得するとでも思っておるのか。何かごまかしておらぬか、この目でしかと確かめてやらねば。もうすぐ月海底に着くぞ。カンオが普通の人の姿をしたシン君を見たらきっとびっくりするよな。カンオとシン格って人になった船長を見たことあるのかな。あれ、あいつどこ行ったんだ。なんで立ち止まってんだよ。静かに、わらわはここで待っている。お前たちだけで見に行ってこい。え、どうしてだよ。一緒に来たらいいだろ。わらわが大げさに登場したら、あの子はきっと仕事を置いてあたかも暇そうなふりをし、わらわをもてなしてくれるだろう。それで後で残業して急いで遅れを取り戻そうとする。わらわはあの子を困らせたくない。ここで遠くから眺めるだけでいいのだ。わらわに代わってお前たちがあの子の近況を聞いてきてくれ。絶対にわらわがリーユエコーに来ていることは言うでないぞ。確かに、それもそうだな。わかった。じゃあオイラたちが挨拶して。リュウシン君？あ、気づかれた。カウン先輩のお知り合いですか？ええ、ごめんなさい、この後の会議を少し延期できませんか。確か今日の予定は結構埋まっていましたが、夜にやればいい仕事もあったはずです。はい、そう手配します。ご安心ください。ええ、頼みました。また会えたな、カウン。そうですね。でもどうしてここに。それにシン君も人の姿で出歩くのは久しく見ていませんでしたが。人違いだ。わらわは龍雲釈風神君ではない。ただの通りすがりの一般人だ。お、全くごまかせてないぞ。今のは少し試しただけだ。久しくこの姿になっていなかったというのに一目でわらわのことがわかるとは。シン君のことがわかるのは、当然のことです。それもそうだな。わらわは用事があってたまたまここを通りかかったのだ。そのついでにお前を一目見に来るのも当然のこと。オイラたち用事なんかあったっけ。だ、そうそう、オイラたちやらなきゃいけないとっても大事なことがあるんだ。だからここに長居するわけにはいかなくって。そうでしたか。
っかくお会いできたのに。わらわは様子を見に来ただけ。長話をして邪魔するつもりはない。こたびの雑談はこれくらいにして、またいつかお前が休みの時にでも集まればよい。わかりました。それも悪くありませんね。お前の仕事が忙しいのはわかっている。それでも時にはゆっくり休んだ方がよい。反戦の身とはいえ、過労は体の根幹を蝕む。はあ、一人前になったお前の様子を見ると実に感慨深いものだ。お前が小さかった頃は悪夢を見るたび抱っこして寝かしつけ。待ってください、シンくん。まあよい、時間は限られておるし詳しくは話さないでおこう。お前たちも積もる話があるはずだ。わらわは横で聞いていよう。前回お会いしてからまたそんなにたくさんのところへ行ったのですね。もし何かお手伝いが必要な時はぜひ月海亭の私のところまでいらしてください。それとぶしつけながら、人の姿になったのなら今は人としての名前をつけた方がいいのではないでしょうか。人の名前、確かにわらわの名前はよく知られておるし、龍雲を名乗ればすぐにバレてしまうだろう。お前が有名なのは知ってるけどよ、そこまでしなきゃいけないほどなのか。わらわの名声は相当なものだ。お前たちが測れぬのも無理はない。カウンが言った通り別の名を使おう。人前ではわらわのことをカウンと呼ぶといい。カウン？ああ、正妻公録の描写から取ったんですね。時に仙人あり、雲と共に登りて、火と月を連れ暮らさん。地と理に通じ、漫然として束縛なし。故にそれを、感とする。おお、すごそうだな。雲と共にとか一月を連れってすごい仙人にしかできないことだろ。実はこれらの言葉はまさに龍雲神君を描写したものなんですよ。え、またお前ってそんなにすごい仙人だったのか。でなければなんだというのだ。まさかお前の目に映るわらわは少し大きいだけの鳥だとでも。そういうわけじゃ。それも無理のないことかと。シン君は過去の功績をあまり語りませんから、一部の典籍の中にしかシン君に関する記述は見つかりません。伝説によれば、遥か昔にリーユエで非常に深刻な干ばつがあったそうです。多くの人が窮地に陥り、日夜祈祷に明け暮れたり故郷を去ったりしたといいます。私はその苦難の時代を経験していないので本の記述を読んだだけですが、それでも当時の心が痛むような絶望は感じ取ることができます。干ばつとともに毒の瘴気も拡散し続け、広大な土地は荒れ果てる寸前となりました。龍雲神君が手を貸してくださったおかげでその状況も次第に落ち着いたのです。この歴史について本の中ではこう記されています。仙人来たり龍雲方法、仙人来たり釈風堂々、にわかに雲が集いて猛然と雨が降る、干ばつを払い病を遠ざけ民の窮地を救いたり。うわぁ、そんなにすごかったのか。俗世の典籍には往々にして誇張した言葉が綴られておる。わらわはわずかに力を貸したまで。わらわがいなくとも他の仙人が現れたであろう。でもその大規模な干ばつを解決したのは確かにお前なんだろ。お前って本当に雨や風を呼ぶことができるのか。
なんだかお前のことを見直したぜ。前に船長って呼んだのはオイラが悪かったな。その、怒ってないよな。笑わせるでない。世を渡り歩く上で名前とはただの記号に過ぎぬ。わらわがそのようなことで本当に怒るわけがなかろう。ふう、それなら安心したぜ。じゃあこれからはオイラの気分に合わせて呼ぶことにするな。イヒッ。わらわの話はここまでとしよう。関羽、神格のやつから最近連絡は来たか。先日仕事を見つけたと手紙で読んだが、実際どうなのだ。良いところなのか。1ヶ月で稼げるモラは、それから平日の仕事の忙しさは、回答祭の間休暇はあるのか。一気にたくさん質問したな。シン君ご安心ください。神格の仕事は私が紹介したものですから。近頃万民堂の商売が繁盛していて、ウサン一人では手が回らないそうです。ただシャンリンも新しい料理を探しに出かけているらしく、そこで後輩を助っ人として紹介しました。そうか、それは良いことだ。わらわは縁あってあの親子に何度か会ったことがある。シャンリンは聡明で優しく、その父親も忠義に厚く頼れる人物だ。おそらく神格を困らせるようなことはせぬだろう。ちょうど食事の時間になった。ここはわらわ自ら万民堂に行って一目見てこよう。え、でもさっき用事があると。それなら食べてからでも間に合うんだ。お前は仕事に戻るといい。わらわに同行する必要はない。集まる機会はこの先もたくさんあるはずだ。この短い時間にこだわることはない。わかりました。どうかお気をつけて。旅人さん、パイモンさん、またお会いしましょう。うん、またな。ふう、どうだ。オイラ、さっきはなかなかうまく合わせられただろ。お前が用事があるって言ったのは、カオの仕事を邪魔したくないからだってすぐ察したぜ。口実は作って早めに離れたかったんだよな。口実とまではいかぬ。わらわが今回リーウェ校に来たのは確かに用事があるからだ。あの方たち、一体何を考えてるんだろう。今はまだその時ではない。だが後でわかるようになる。の物語を聞いたからなのかな。こいつの振る舞いに不思議な仙人らしさが加わった気がするぞ。な、何を言いたいかわかるか。ああ、よくわかるとも。美人を前にするとごちそうには目もいかなくなるってことだろ。メニューよりも彼女の連絡先が欲しい。君が聞いてきてくれないか。お前が行けって。いやいや、やはり君が。またこっちに来たぞ。二人ともご注文は。こんにちは、お嬢さん。よかったら。ご注文は。ボラミートを二つ持ち帰り。じゃあ私たちはこれで。いらっしゃい。久しぶりだな。ご注文は。接客の言葉と挨拶の言葉を一緒に言うなよ。うむ、そちらの方は。ひひ、こいつはカウンだ。師匠か。うえほう、わらわの記憶ではお前はこの姿を見たことないはずだ。どうして一目でわらわの正体が分かった。十数年朝晩を共に過ごした間柄だ。
師匠がどのような姿になっても我にはわかる。神格。どうしたのだ師匠。いや、何でもない。お前の手紙を見て EU エコーで働いていると知ったから少し様子を見に来たのだ。ついでにうまいもんでも食べようと思って。確かに、もうすぐ昼下の時間か。だがすまない、今は仕事中であまり話せないかもしれない。お、旅人にパイモンじゃないか。お前さんたち神格に会いに来たのか。神格、まだ昼飯時じゃない。お客さんもそう多くないから俺一人でも回るさ。座ってゆっくり友達とおしゃべりしてな。手伝うのはお客さんが増えてからでも大丈夫だ。感謝する。やったぜ。やはりわらわの思った通り、万民堂の同志は融通の利く人物だ。だがここで働くとなると、いろいろな人と付き合うのは避けられまい。神格、お前は対応しきれるのか。できると思う。時には妙な人にも会うが、すでに本当に対処している。おお、神格も成長してるみたいだな。ちなみに本当に対処しているってどんな風にだ。まずは彼らを言葉で諭す。耳を貸さなければ拳を突きつける。そうすると向こうが折れてくれる。なんというか。ならよかった。どうやらお前はもう人間社会にうまく溶け込めているようだ。わらわも安心した。師匠は変わりないか。うむ、それはもう順調だ。お前たちが奥蔵さんに戻らなくとも、わらわは一人で悠々自適に暮らせておる。なるほど、さすが師匠。我も師匠に会いたかった。最近は仕事が忙しいが、すでに宇さんとも相談してある。少し日が経ったら奥蔵さんに戻って師匠に会いに行くつもりだった。そうだったのか。そういうことは今度から手紙に全部書くといい。隠したりせずにな。仙人の喜怒哀楽ってこうもコロコロ変わるもんなんだな。そうだ師匠、今回リーユエコーに来てカウン先輩には会ったか。ふむ、会ったぞ。あの子もお前と同じように仕事で忙しくしておったので軽く挨拶しただけ。ながカウンは竜王釈放の名前の由来を話してくれたんだぜ。おいらそれで初めてこいつがすごい仙人だって知ったんだ。そうか、ならば我も師匠の物語を一つ聞かせてあげよう。ん？師匠、何か問題でも？これは良い話の種になると思うが。いや、ただちょっと不意をつかれてな。話しても構わない。お前がわらわの話術をどれほど学んだか見せておくれ。うむ、師匠は以前昨月畜養神君と速さを競ったことがある。昨月神君は打ち負かされた後、師匠は飛ぶのが得意だから有利だと漏らした。そこで師匠は、ならば飛ぶのをやめて方々だけで勝負をしてもいいと言った。昨月神君は喜んでそれに応じたのだが、勝負の当日、師匠は誰も見たことのない方棒を持ってきたのだ。え？どんな方棒なんだ？鉄製の機械の車で、確か電光両輪使者という名だったような。
電光両輪失踪記だ。あれはわらわが49日かけて制作した自慢の作品で、戦力を注入しさえすれば1日に万里をかけることができる。昨月畜養のやつがわらわの相手になるわけがなかろう。四本足で全力疾走したところで、せいぜいわらわの後ろをついてくるのが関の山だが、残念ながらその電光両輪疾走機は山道が苦手で、目的地を前にしてひっくり返ってしまった。勝利まであと一歩だったというのに、はあ、実に残念だ。神格、話を続けてよいぞ。今師匠が語り終えた。そうか。まあとにかく、神格が下山したことで奥蔵さんには観客がいなくなり、わらわもあの老骨どもと勝負する気が起きなくなった。師匠は寂しいのか？寂しい？わらわほどの年になれば、人の一生をどれだけ見てきたかは数えきれぬものになる。自分と語らうだけでも数日は日夜止まらずに話し続けることができよう。わらわが寂しいと思うなんぞ勘違いも甚だしい。なんだ、なぜそのような顔をする？いや、さっきカオからお前が天気を操るすごい話を聞いたし、思わず尊敬し始めてたんだけど、今のお前の話ぶりを聞くと、やっぱりいつものあの船長って感じがするな。おいらもよくわからなくなってきたぞ。どっちが本当の龍尺風神君なんだ？我にとってはどちらも師匠だ。片方は人々に尊敬される師匠、もう片方は我の好きな師匠。どいつもこいつも調子のいい言葉でわらわをごまかそうとする。口ではわらわを大げさに褒めちぎるというのに、誰も奥蔵さんに長いせぬではないか。だがお前がさっき言ったことは特に間違ってはおらぬな。わらわはもとよりこうなのだ。無為で無法で自由気まま、やりたいことをやり言いたいことを言う。他人からの評価など求めはせぬ。しんくんのやつ、弟子にちょっと褒められたくらいで鼻が天にまで届きそうになってるぜ。まだ空いてる席はあるか？すみません、水に魚をもう一つ。客人が増えてきた。我は手伝いに戻る。うん、頑張れよ神格。うむ、精一杯努めてこよう。おいしいものがこんなにたくさん。今回は絶対お腹食べてやるぜ。わらわはあらゆる地層を好む。味の違いには特にこだわっていない。この店の料理は絶妙な火加減で調理され、独特な風味を持つ。わらわは十分満足だ。口にしただけで次世代の調理神器で使えそうな妙案がうっすらと浮かんでくる。ひひ、おいしいな。ちょっと辛いけど。お嬢さん、すまないな、もう満席なんだ。おばあちゃん、違うお店にする？いい匂いだね。ここでは食べられないのか？もう私はこれ以上歩けそうにないんじゃが。それか他のお客さんに相席できないか聞いてみてくれ。そうだね、じゃあ聞いてみよう。
にちは。相席してもいい？もう他に空いている席がないの。うん、オイラはいいぞ。お前たちは？よかった、ありがとう。私は双玉、こっちは私のおばあちゃんで、連帯。おばあちゃん？そうだよ、どうかした？いや、ただそんなに年がいってるようには見えないなと思って。おばあちゃんはよく白髪の童顔って言われるんだ。実際は結構お年寄りなんだよ。おばあちゃん、そんなにじっと見つめてどうしたの？座ろうよ。わらわのことを知っておるのか？いいえ。袖振り合うも多少の縁、遠慮せずに座るといい。おばあちゃん、何か食べたいものある？私が注文してあげるよ。食べたいのはミミズの煮込みじゃ。雨の日はミミズが出てくる。もうまた始まった。メニューにはミミズの煮込みなんてないでしょ。ミミズの煮込み？何言ってんだろう。普通の人がそんなもの注文するか。そうだな。なあ、その何か手伝おうか。手伝う？あ、もしかしておばあちゃんのこと？お気遣いありがとう。うちのおばあちゃんは物忘れがひどくなる病気でね、記憶力がずっと衰え続けてるせいで、他の人が見たらちょっとおかしく思うような発言をよくしちゃうんだ。私が物心つき始めた頃からおばあちゃんはちょくちょく物忘れするようになったの。それに最近はどんどん症状がひどくなってて、毎朝私が自己紹介しないといけないほどなんだ。二人とも早くに亡くなって、家には私とおばあちゃんしかいないの。あ、でも悲しむ必要はないよ。おばあちゃんは私のことを大事にしてくれてるし、私もおばあちゃんのことを大事にしてるから。ちょっと大変なこともあるけど、今みたいな生活は嫌いじゃないもの。おお、お前って強い子なんだな。ありがとう。私は私のことも褒めておくれ。おばあちゃんは強いだけじゃなくて、優しくて頼りになるよ。そうじゃろう。それに全部をきれいさっぱり忘れたわけじゃないぞ。とても大事なことを覚えておる。そのとても大事なことは何じゃったか。ああ、思い出した。夢じゃ。こんな夢を見たんじゃ。辺り一面真っ暗で、私の前に誰かが立っておってな、その人は見つけてほしいと私に言うんじゃよ。見つけたら下脱ができるそうじゃ。そんな大切なことなんで私に教えてくれなかったの？夢だから忘れてしまっていたんじゃよ。ただ今はなんだか気分が良くて思い出せたんじゃ。確かその夢は何回も繰り返し見た。具体的に何回かははっきりとは覚えておらんが。ずっと同じ夢を見ていて、夢の中の人が自分に語りかけてくる。なんだか奇妙な話だな。また。これってまさか、何か良くないものに取り憑かれてるんじゃないか？それはない。この方の目は清らかで、呼吸も安定している。邪気が取り憑いた気配はない。本当か？お前は先、わらわを何だと思っておる。そうだったな。お前がこっち方面の専門家だってことを忘れるところだ
その夢の中の人がどんな見た目をしてたか覚えてるか？覚えてないね。ただその人はよく似ておると思ったよ、若い頃の自分に。若い頃のおばあちゃん？話を聞けば聞くほど不思議な感じになってくぞ。一体どういうことなんだ？やはりあの言葉通り、袖振り合うも多少の縁か。この件はわらわに任せるといい。いいの？あなたたちのことはなんて呼んだらいいのかな。オイラはパイモンだ。わらわのことはカウンと呼ぶといい。うん、手を貸してくれてありがとう。ただ失礼だけど一つ聞いていいかな。報酬はいくら必要？報酬なんて必要ないぞ。だろ？本当にありがとう。ひひ、どういたしましてだぜ。でもカウン、どうやってこのおばあちゃんを手伝えばいいんだ？さっき聞いた夢だけじゃ手がかりがあんまりにもない気がするぞ。簡単なことだ。夢の中で若い頃の自分を見たというのなら、若い頃に行っていた場所へ足を運んでみればよい。そこに行けばきっと何か思い出せるだろう。おお、確かにそうだな。おばあちゃん、若い頃にどんなところに行ってたか覚えてるか？ああ、覚えてるとも。空の上、地の下、果てしなく広がる白い雲、生い茂る山々。どうやら何も覚えてないみたいだな。あ、いい方法思いついた。私がとても小さかった頃にね、お父さんが言ってたのをたまたま聞いたことがあるの。おばあちゃんは数十年前、すごい侠客でたくさんの人を災いの苦しみから守ってあげたんだって。もしそれが本当なら何か記録が残ってるんじゃないかな。侠客？あ、そうだ。確か行明が仏教について詳しかったよな。何か情報を知ってるかもしれないぞ。悲運商会に行って聞いてみようぜ。行くのか？私はお腹が空いたんじゃが。私が料理を注文してくるよ。おばあちゃん、食べたいものが特にないなら適当に注文してくるね。しばらくは別れて行動する必要がありそうだ。旅人とパイモンは悲運紹介、延滞と総玉はここに残って食事、わらわは野暮用を済ますため歌人老一に会ってくる。歌人老一？あ、ペンバン屋のことか。ふむ、そうだ。後ほど玉境内で落ち合おう。おばあちゃん、どこ行くの？料理が口に合わない？牛乳を、総玉ちゃんに牛乳を買ってあげないと。牛乳？辛いものを食べる前には牛乳を飲むといいんじゃよ。でないと辛くて泣いてしまうじゃろう。鼻水を垂らしてしまったら恥ずかしいからの。おばあちゃん、それは私がもっとちっちゃかった頃の話だよ。今は辛いのなんてへっちゃらなんだから。ほら、激辛水煮魚をおかわりしたの覚えてるでしょ？ほう、それは大したもんじゃ。私の大切な総玉ちゃんがもうこんなに大きくなるなんてね。その数日したらウサンから給料がもらえる。そしたら共にどこか遊びに行かぬか？この時期は一番客が多くて忙しいんだ。あと数日で落ち着くとは思うがな。今年は神格が手伝いに来てくれて本当に助かったよ。俺一人じゃ到底手が回らんかっただろう。